はい、今週も始まりました。さやとがお送りする YouTube 限定ラジオスカイステーション、今週も始まりました。始まりました。はい、早いですね。またこれ1週間、ね、早いですね。1週間あっという間で、あっという間でついに楽しみに待ってたね。うん、ついについに皆さんね、今週からというか、うん、まあ、ちょっと、ま、先週の末から、そうですね、ワールドカップ開催しましたね。開催しましたね。はい、でしかもこれ月曜に更新するんで、はい、めっちゃけ月曜ってことは日曜の日本戦が、うん、コートバレー戦も終わってるんですね。終わってるんですよね。実はそれの前にちょっと今撮ってる状態なんで、だからちょっと恥ずかしいことしようか。マジでやっちゃう、恥ずかしいこと。いや、日本勝ったな。勝ったな。勝ったな。何対何で勝ったとする？え、3対2。ちょっと思った。結構日本は入れられると思うね。前半多分やられて。うん、けど、なんかだんだん向こうバテてきたところに、大久保さん。大久保さんが、投入して、あ、大久保さん入れるだろうな。3対2か。大久保さんが入ることで安定して、はい。ピピッつって。あー、ま、2-1。2-1 もあり得るけどね、うん、そんな入るかって話だからね、3人も。でも結構なんか手の入れ合いというか、そうですね、 2-0 とかそんなんじゃないと思うな。ないと思う。うん、入れられスタート、入れられもうそれは得意は日本ね。得意、とりあえずまず入れてもらってから気持ち入ってくるから、そう、うん、やばいってとこからかき立てられるっていうから、まあ、3-2か2-1か、うん、まあ、僕すごく日本代表応援してるんですよ。うんうん、あのなん友達らでどこかないんやろ、うんうん、当てや一個しようかって言ってて、うん、あのまあ1位当てようってなったら被るでしょ。まあ大体あそこかあそこか、ね、ブラジルとか、うん、スペインとか言うじゃない、うん、なってくるな、ね、だからそうなったら面白くないやんと、うん、だからベスト4当てようと。なそれ順番なんでもいいの？なんでもいい。多分ベスト 4つの国を当てようっていうところで、ね、しかもそれを予選から、うん、予選リーグの時点でベスト4全部言わなあかんわけです。言ったらもう今の段階でも、今の段階で言ってない。出してんねや。そう。じゃあ、あのワールドカップっていうのは、うん、リーグ戦をみんな始めして、うん、それぞれのリーグ、A グループ、B グループ、C グループ、それぞれのグループから、2チームずつ上がっていくわけなんですね。うん、で、その2チームも1位通過と2位通過によってトーナメントのどこに入るか決まってくるわけなんですよ。あ、そうやな。だそこまで先に自分でイメージして、なかなか難易度、ここは1位通過でここは2位通過なはずやから、はあはあ、トーナメント戦でこことここは当たらないはずやからみたいな感じで、ね、勝手な推測で言ったら、その今出した4つがいきなりリーグで当たっちゃう、そうなのこともあるってことだよね。まさかの、あ、こいつ負けやってる。ブラジルとスペインが2位通過されると俺一気に話変わってくるからね。あ、そうなんや。うん、ぶつかってきたりし、ね、しだしたりとか、そういうことね、わけわからんところと、うん、そういう中で、まあ もちろんちょっと日本語までやったな、うん、まあみんなは冷静にその、うん、ね、どこが勝つか当てようっていうところで、うん、日本をどうするかって話になるわけですよ。まあそうやな、母国をないがしろにするのか、そうそうそう、でベスト16までは行くやろと、はあはあ、ただベスト4、はあ、まあ、本田圭佑さんは ね、ウィン、そうや、うん、ジャパンイズウィナー言うてるから、うん、もう日本優勝するとチャンピオンになるって言ってるんでね。まあ、応援したい気持ちもあるし、信じたい気持ちもあるし。うん。でも、4年に一度、どこかを当てたいっていう気持ちもあるし、俺の中の勝負もあるし、彼の中の勝負もあるしっていうところですよね。で、俺が今回、はい、日本をね、すごく推したくなる気持ち、ちょっと言っていいかな。はい、どうぞ。もちろん、日本人やからっていうのもあるんやけど、うん、それ以上に、うん、今の世代って、うん、まさしく俺とかナミの世代とドンピじゃないよ。うん、で、ナミさんはクラブとかやってました？私はずっとバスケットボールしてました。ああ、やっぱりね。バスケットボール。で、ボスクもサッカーボールやってたわけよ。許容感ありますね。あの、ちょっと酔っ払ってる。そう。うん、サッカーボールやってたんで。サッカーボールって言うっけ？サッカーボール。サッカーボールやってる。サッカーやってた。ボールいらんと思う。うん。で、一瞬は、なんかプロなりたいみたいなこともね、少年サッカーの頃思ったりするわけですよ。川口選手に憧れたり。なるほどね、その世代。うん、そういうのがある分、うん、それと同じような思いで同じね、時代を過ごしてた奴らが長友とかね、長谷部とか、本田圭佑とか。ほんまになった人ら。なった人ら。熱いな。が、しかも、当時日本がね、ワールドカップ優勝の、ユの字も言えませんよ。ワールドカップ出たいって言ってたわけだから。それがまさか、優勝、で、AC ミランの10番でしょ。そう、今ね。時間来ちゃいました？ちょっとこの続きじゃあ、あの、
この熱い気持ちやっぱちゃんとたっぷり、ね、次のターンの、ね、セカンドセクションでお送りしますんで、はい、ではまずファーストセクション、おっぱいなら。はい、はい、どんどんとって、ね、どんどんいかないと、どんどんいかないとね、何話したか終わらなくなるからね、はい、そう、スカイステーション今の日本ね、はい、始まった、うん、うん、日本代表は、うん、我々世代で、今聞いてくれてる人らも多分、うん、だからまあいろんな世代の方聞いてくれてるかもしれないですけど、確かに今のリスナーさんであろう方々は結構年代近い方が多いです、うん、かもしれないね、はい、ってなった時に自分らと同じ世代で、うん、言うと同じように中学校、小学校、うん、高校、クラブね、うんうん、やってて同じ時に汗水流したやつらが、うん、こうね、下手したら練習試合する可能性だってあったかもしれない、そうそうそう、ね、がネイマールとかね、うん、メッシとかね、うん、クリスチアーノ・ロナウドと戦おうとしてるわけやんか、うん、そんな頑張ってるひたむきな日本代表をね、うん、ベスト4から外すことは俺にはできない、おお、熱いね、から喜んで僕はベスト4の中に日本を入れました、うん、お、入れたんや、入れましたね、入れませんでしたって言うんかと、いや入れません、入れましたよこんだけやって入れへんのかいって言うしかった、いや入れました、入れたんや、勇気を出して、勇気を出して、はい、もうだからある意味周りからは、あ、直哉は、うん、ベスト4のうちの1個は捨てて、ね、ベスト3当てにいってるんやぐらいのね、あ、気持ちいいなんや、ふうに思われてるんですけど、ここはまあね、本田圭佑君、僕はもうちょっと、そうやね、まあ、本田圭佑だけじゃどうにもならないですけどね、うん、他の方々は日本入れてないの、まあまあ、まあ、あんまり入れてないですね、あんまりないっしょみたいな、あ、なるほどね、うん、この間いつも髪の毛切ってくれてるね、はんはん、美容室のね、ほうほうほう、方もね、はい、まあ、16じゃないですかとか言ってたから彼もほんまにサッカー好きだからね、彼はサッカー好きだね、あ、そうそう、ただちょっとその今みたいに、うん、俺らと同じ世代やでって言って応援しようよとは言っといたけどね、言っといたけど標準語で絶対今言ってたけど、あ、はい、でそんなこんなでね、ワールドカップ盛り上がっていってくれたらいいんですけど、うん、ちょっと実はね、その1週間前に、うん、僕が普段からね、ま、なんか仲良くしてるというか可愛がってる、うん、あの高校生サッカー少年がいまして、まあ、サッカー好きやから関わることがリンクがあるね、うん、あって、うん、その子が結構上手くてね、へー、であの京都の、うん、今ちょうどまさにインターハイやってるんですけど、それのインターハイいいよ、それの京都サッカーの決勝まで行って、その学校がすごいな、でもちょっと、まあ、見に来てくださいというか、うん、見に行くわ、うんうんうん、そうやって俺京都まで、うん、ブン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 車で飛ばしていくわ、うん、制限速度ちょうどで走っていくわ、うん、って言ったわけですよね、うん、でそこで俺メーター振り切れるか、うん、振り切れるかみたいな、そうそう、でちょっと俺ねそこで面白いことが、うん、今まで気づかなかった、そうなんやと、うん、何かって言ったらね、今までその子が割とこれ見てくださいスパイク新しいの買ったんですとか、うん、結構見せてきたりとかしてたよね、うん、かわいいな、でスパイク新しいのって、まあどうリアクションしたらいいのって感じやんか、うん、いいねみたいな感じやって、うん、でまあいろいろ模様とか色とかみんなこだわったりしてるわけよ、うんうんうん、でも正直どうでもよくない、あ、でもそうやってさギタリストがさ、うーん、まあまあまあそれもあるんだけど、うん、でも靴やんか、まあ言うても黒色や、例えば一本青いラインが入ってたところでほんまちょっとしたおしゃれでしかない、あ、ほんま、うちもバッシュの時めっちゃ悩んだ、やってる、わかるよ、俺だってサッカーしてる時はさ、でも今となっては、うん、今となってはどうよ、今となってはちょっと話それていい、うん、この間、うん、実家の掃除をしたわけよ、ああそしたら小学校からのバッシュ全部出てきたんよ、あ、はいはいはい、バスケットシューズね、はいはい、出てきて臭そうやね、うん、でも全部大事にお母さん取ってくれとって優しいな、お母さん、で時代時代の流行りがあるから今見たらクソダサいバッシュ履いてるわけよなんでこんなよう履いてバスケしてたなって思うぐらいちょっと恥ずかしかった、ね、スパイクの移り変わりがね、バッシュの移り変わりが、そうそうそうっていう時代を感じるっていうのはあるけど、はいはいはい、だそうな、どうなるの、だどうでもいいというか、どうで、まあ、多少のこだわりあるけど、そんなに俺の中では超重要ではないと思ったの ね、うん、でいざサッカー試合始まりました、うん、じゃ実はちょっと前々日ぐらいに僕ちょっとスタメンじゃないかもしれへんっていう連絡を受け取ったの、でもいつもそいつはスタメンじゃなくても後半から出てきてボーン点決めるやつやから、うん、絶対後半出るぞと、うん、で友達と言ってたわけね、あ友達も連れてた、友達も一人やったらちょっと寂しいから、そうなんや、友達連れてて、うん、で双眼鏡持ってあいつ出るかな、うん、ってやっとって、じゃあアップした時に、うん、高校生からみんな頭真っ黒の短いから分からんわけよ、うんうん、色黒いやつでもみんな色黒いやつで背番号とかも、うん、ちゃんとこっちに背中向けてくれんのが分からへんわけね、ってなった時にご相談を見てたら、そいつのハイドスパイクは白色に青いラインが入ってる、うん、親子さんのためそうそう、じゃあ分かるってなってあの色やな言いながら友達と言うてて、おっしゃ言うて、で前半出なかったよ、うんうん、で後半なって、いやそろそろ出すぜって俺の友達に言うて、うん、じゃあ
さっきまでジェッケン着ててアップしてた子がジェッケン今日噛むな。ジェッケン着てな、アップしてた子がこう呼ばれて監督にでふわー脱いで脱ぐんやけど、なんか肩が自分俺らの方向向いてるから背中見えんの。背中見えん、あいつ誰やろ、うん、こうやって見とったら、うん、え、なおや横の友達が、うん、スパイクめっちゃ黒いでとか言われながら黒かとか言うて、で次またピピってなって、あ次交代や、誰や誰やとか、誰や誰や、俺よりその友達が目いいから、うん、またてんてなんか赤のラインあるなとか言ってもうスパイクの色で判断できるね。なるほどね。わかります。え、で結局彼はで、はい、ちなみにちょっと話を、まあ、飛ぶというか、うん、あれこれ時間来てる、越してるんです。ワールドカップね、はい、もう今日ももうセカンドターンでいいんじゃないかな。どう、サード行く、来た方がいい、一回切ろうか、はい。雑やな、今日も喋りたすぎて雑なってる。今日雑だって、ワールドカップやからね。あ、ほんでワールドカップね、それでね、じゃあついでにワールドカップ皆さん見張ると思うし、うん、まあもちろんもう知ってるやつからしたら、うん、うるさいなおやと、知っとるからもうええっちゅうねって感じかもしれないですけど、うん、実はサッカーって交代できるんですよ。何を、スパイクを、選手をね。あ、選手をね。うん、選手交代ができるんですけど、交代してしまったらもう二度と戻ってこれないんですけど。あれすごいルールよね。まあそうやね、うん、まあ、戻れるスポーツもあるしね、考えられない、うん、でしかも交代する選手も決まってて、うん、今回のワールドカップは3人なんですね、うん、3人交代ですけど、まあ、皆さん見ていてもらったら分かるんですけど、うん、まあ2人までしか変えないですわ。うーん、なるほどね。何か試合の最後の方で急にキーパーが手痛いとか言い出したら変えないとダメですからね。そういう意味では3人交代でも、それは大会によるんです、何人まで変えれるかっていうのは。あ、そうなんや、うん、で俺その高校生サッカー何人まで変えれるか知らへんくて、あーパーって見に行ったら、もうしっぱなしなんや、ワンツーでも変えてしまったわけよ。で、うわちょっと待って、ワールドカップのルールやったらあと1人しか変えられへんやんと思いながら、でまたこうやって双眼鏡見てたらまた違うスパイクの子がニコニコしながらジェッケン抜いてるわけよ。よだれてた。ジェッケン抜いてるわけね。ゼーテよ、ゼーテよ。ジェッケン抜いてるわけですよ。ゼーテよ言わんの、ほんでで3人目変わってもたわけよ。ほう、それは白に青のラインじゃない子、ない子が、うん、でうわーってなって、うん、もう交代ないんちゃうと、うんうん、監督めっちゃ早いタイミングで3つ使い切ったでってなって、うん、うわと思ったらそのベンチの横でアップしてる選手が、うん、まだアップしてる、まだアップしてるわけよ、うん、とあ、これも交代枠使い切ってアップしてたらもうそれもはやアホやからそれはないやろと思って、うん、と友達にまだあるっぽいなっ て、うん、でもよ、もう次で終わりかもしれん、うん、で、またこう双眼鏡見てたら、まだ呼ばれて。おー、来た。また変わって。うん。全然違う子やねん。ああ、そうなんや。で、その俺の見に行ってた子はフォワードのポジションなんやけど、うん、もうミッドフィルダーっていう真ん中のポジションが変わっていくわけね。全国掲示板に出るんだけど、はんはん、誰が変わりましたね。じゃあ違うってなって。で、もう残り最後の時間0秒になってから、また選手交代になって。そのロスタイム的な。ロスタイム的な。もう残り1、2分のところで、ね、ロスタイム。うん、ロスタイム。アディショナルタイムみたいなね。うん、なってから、あ、もう最後の最後もラストワンプレーにかけたなと思って、うん、まだ違う子出てきて、結局出てこんかったのよ。嘘や、その子切ないな。しかも負けた、え、 1-0 で。マジでフォワードやから1点も決めへんのに、そのフォワード、うん、変えへんかった、今出てる、変えへんかった。俺その監督ちょっとどうなってんのっていうね、うん、うちの子出せよと。おいよ、ほんまに、もう俺ももうね、太鼓叩いてうちの子出せって言いそうになってまあうちの子ちゃうけど、うん、なったぐらいね、うん、もうちょっと。で、何があれって、ま、日本代表やったら学年とかないですけど、うん、そうやな。あの、ま、高校生なんで1年生、2年生、3年生ってあるわけですよ。何年生の？で、その子は3年生で、まだ引退じゃないんです。あ、あんねや。あの、選手権っていうのが冬にあるんで、うん、もう一個あるんだけど、その、ベンチに入った3年生のうちで、この決勝に出れてないのがそれだけなの。それは、下手っぴな？いや、ベンチにすら入れてない3年生。あ、 A チーム、B チーム、C チームまであるから、はんはん、その中の A に入ることだけでも大変なんやね。大変なんやけども、強いチーム、そ、うん、その中で3人、3年生で交代ですら出なかったのがそいつだけやったらしくて、まあ、それはまたそれで悔しいわな。だってそうするってことは、うん、まあ、言ったら記念で出させる先生もおるやんか、うんうんうん、最後やから、うんうん。それもせんってことは勝ちに行ってるわけやんか。で、フォワード全然そういういい動きできてなかったから、ぜひとも変えてほしい、ね。いやーっていうね、ちょっと俺としてはもうね、
終わってからね、そこのお母さんと話しながら、あ、話したい、話して、悔しいですね、と言いながら、でもやっぱりね、悔しさが人を伸ばすから、まあね、ぜひね、彼もそこの悔しさをね、そうだね、より大きいね、力に変えてほしいなって思ったわけですよ。まあ、そんな1週間をね、実は過ごしてて、ワールドカップに入る前、うんうん、そういうところでちょっとね刺激受けてから、しかも高校生の3年間でほんまに結構凝縮されとって、その悔しさって結構なもんやったりするもんね、うん、あ、どういうことかな、出れなかった悔しさとか卒業してからも残るっていう、後引くみたいな、後引くんじゃなくて、うん、そのインターハイにかける思いとかって、あ、そのまあ変な話プロとか言ってしまうと、その怪我とかでの、うんうん、とかなんかいろんなタイミングで辞めるっていう時期がいつか来るけど、3年間ってもうほんまに決まってしまってる中でのインターハイやったりとかっていうと、うん、すごい濃厚やから、うんうん、その中で出れないとかってすごい悔しい、悔しいだろうね、うん、からこそね、その冬にかけて、うん、そうなんだよね、ごぼう抜きするかもしれないもん ね、今回スタメンやった頃、その後 YouTube でその全試合、うん、準決勝でごぼう抜きして点決めた、うん、映像俺にいっぱいそいつ見せてくれた、かわいい こんなんとかできるんですみたいな、めっちゃかわいい自分のプレー、めっちゃかわいい、いやもうぜひとも冬で、そういうプレーが残りのフォワードにはなかったのこの決勝、あ、でそういうプレーが得意なんかそいつやって、言うたらこう抜いていったりとか、この攻撃的な、まさに必要だったね、まあ、言うたら大久保やなって言ってたんやけどね、2人で、うん、2人お前は大久保やなと、俺は、ああ、もう前に行く、いやぜひとも冬うちも見たいな、やろ、うん、行く行く行く、まあ怖いんかトーナメント戦やから、次勝ったら行くない言うたら、それまでのたれ死んでる可能性、それで今回も俺決勝まで行ったら見に行くわ言うて、うん、決勝まで行ったから、うわーっていうね、いやなんか切ない気持ちで、今日は切ない気持ちで幕を下りますけども、下りますけども、まあ、でもやっぱワールドカップで戦われてるプロの方も、うん、まあ、多分いろんなもん背負ってるでしょうしね、そう、足ちぎれる2歩手前ぐらいの人も多分いると思いますから ね、うん、まあそこら辺ね、ぜひともね、今回はあれかな、深夜じゃなくて早起きなんかな、基本的に、そうですね、早すぎる時もありますね、あー、なるほど、うん、でもこの機会に皆さんちょっと早起きやっていきましょうよ、早起きは3億の得って言ってね、うん、昔相川翔さんが言ってましたからね、本出してたぐらい、出してたぐらいだからね、はい、はい、まあ、このジブラ戦は9時10時ぐらいですね、9時10時やね、うん、ちょっとそれ気合い入れてね、その次はギリシャ戦になるの、うん、そうそうそう、20日の金曜、どんどん時間早なっていくから20日の金曜もでもあれか、うん、結構早いよね、うん、なるほど、はい、ということで皆さん早起きを頑張りましょうということで、はい、はい、ありがとうございました、ありがとうございました、失礼します、はい。